トミーズファミリーの妻のアンジーです。私たちは現在砂漠の中のエンタメの街アメリカ・ラスベガスに住んでいます。ここ最近の最高気温は毎日30度超えで、季節はすっかり夏に突入しました。長年住んでいるアメリカで占いといえば星座占いが人気です。時々あなたは何星座なんて聞かれることが多いので、興味を持ってネットで調べてみたところ、意外と的を得ているかなという印象です。もちろん占いが全面的に当たるかというと、そんなことはないと思っています。でも星座占いで特徴を検証するのもエンタメの範囲内で楽しいと思い、この動画を作ることにしました。私自身は天秤座です。亡くなった父、そして次男のお嫁さんも天秤座ということもあり、今回は天秤座あるあるを配信させていただきます。ご自分が天秤座の方、または近い間柄の方で天秤座の方がおられましたら、ぜひご視聴していただき検証していただければ幸いです。それではネットの記事から抜粋させていただいた天秤座の10の特徴をお話しさせていただきます。その1、バランス感覚に優れていて人との距離感が絶妙。天秤座ということもあり、まずバランス感覚が優れている。それは物事だけではなくて人間関係の距離感にも相手に合わせて臨機応変に対応。人間関係で言えば、関わる相手に興味を持ってどんな人なのかを分析しつつ、相手との距離感を保とうとするからなのかもしれませんね。天秤座の人、意外と気を使うタイプが多く、相手に失礼のないようにとか思っていることが多いのかもしれません。ですからほとんどの場合、真っ向から戦いを挑んでくるような敵には遭遇しない場合が多いですよね。人間関係に対しては地味に少しずつ近づき、コツコツと築いていく感じがします。なのでそれなりにどんな人とも付き合えるというのが特徴だと思っています。その2、会話力が高く生まれながらの社交家。会話力があり誰とでも話すことができて、コミュニケーションが上手な社交家。先ほども言いましたが、天秤座の人って相手を分析する癖というのか、そういう能力に長けているのかもしれません。コミュニケーションって相手があってのことなので、一人でガンガン突っ走ると相手は引いていくじゃないですか。そのあたりの空気を読むのが得意なんだと思いますよね。そして相手の興味のありそうな話題を持ちかけようと努力する癖もありますよね。でも天秤座って社交家とか言われていますが、私としては自分で全くそう思ってないですよね。天秤座は好奇心が旺盛なので、誘われれば時間の許す限り断らないと言われていて、場を楽しみながら明るくしてくれるムードメーカーとして親しまれていると言われているようですが、皆さんはいかがですか？私はそこまで社交家ではないですね。その3、人の能力を伸ばす力がある。天秤座の人付き合いは加点法で相手の長所を見つけ出す天才である。どんな相手でも積極的に興味を持って関わり、やり取りをポジティブに受け取り、癖のある人も天秤座が相手だと毒気を抜かれてしまう。確かに相手の長所を見出そうとする癖はありますよね。だって嫌なところを発見したところでプラスにならないと思うので、相手の良いところを見出す方が得策だと思うからなんですよね。相手がどうしても関わらなければいけない仕事関係の人、自分自身の配偶者の家族とか子供の配偶者など、良好な人間関係を築くことによって自分自身が生きやすくなるからっていうのもあると思うんです。相手を思ってのことも当然ありますが、自分自身のためにも相手に対して気楽に接するのかもしれません。ちょっと少しずる賢いかもしれませんよね。一
人を褒めるのも上手で、お世辞ではなく的を得た素直な称賛をするので、天秤座に褒められた人は自分に自信を持ち能力を伸ばしていける。私の場合ですが、確かにお世辞は嫌いですよね。でも相手を褒めることは好きですね。人って自分を客観的に見ることが難しいと思うんですよ。ですから相手を客観的に見て、どんな長所を持っているのかを素直に相手に率直に表現するように努力していますが、皆さんはいかがですか？その4、公平で理性的。状況を見てどうすれば相手が喜ぶかを考えながら言動を選んでいるために、周りは天秤座の人を調子者だと見るケースがある。しかも場の空気をよく読み、一部だけ盛り上がり、他の人たちがしらけることがないように全体のバランスを意識して自分の振る舞いを調整している。天秤座って何かと公平を重んじるので、細やかに周りの空気を読んでしまう癖があるからでしょうかね。だって全体の空気が悪いと居心地の悪さを感じますよね。なのでそういうのはとても苦手で、何とかしたいなと思うからなんですよね。その後、頭の回転が速く容量がいい。天秤座が会話や気遣いの起点が効くのは頭の回転が非常に速いからです。ちょっとここの部分は正直わかりませんが、いつでも頭でいろいろと考えているのは確かですね。周りに気を使わせないために顔に出さないように努力していると思うのですが、何を言ったらよいかとか、どのように振る舞うべきかとか、常に頭でぐるぐる考えている感じがします。そしていつも全体を観察して自分の立ち位置を常に見ている感じはあります。切り替えも非常に早く、判断を誤っても即修正できる。あ、それはありますよね。間違いにくよくよしても拉致が開かないからですよね。頭を切り替えて自分の気分を良くしたいからなんですよね。天秤座は感情も器用に調整するので、容量が非常によく、人間付き合いだけではなく仕事や勉強でも容量の良さを発揮、やるべきことをサクサクとこなし高い評価を得やすい。ある意味少しずる賢いところがあるのは否めないですよね。時々私自身でもそれを自覚する時もありますよね。その時々で計算をしているわけではなくて、自然に頭も体も動いてしまうんですよね。その6、感情論は苦手。天秤座は明るくよく笑うので感情豊かな印象があります。しかし思考は理性的かつ論理的で、根拠のない感情論は苦手。そうなんですよね。確かにその場の空気を乱すような行動をする人は結構苦手かもしれません。対立や喧嘩などにはできるだけ関わりたくない部分がありますよね。ですから他人から相談を受けることがありますが、そんな場合は相手から状況を聞いて中間の立場で第三者的に意見を言うようにしています。どんな場合でも一方的に決めつけるのは良くないと思うからなんですよね。その7、平和主義者で和を重んじる。天秤座は争いが苦手な平和主義者。感情論が苦手なのも理性を失ったり罵り合いになりやすいから。ピリピリした空気になると全く落ち着けず、何とかして仲良く平和な雰囲気にしたいと頑張ってしまいます。まさに私は罵り合いやピリピリした空気感は大嫌いですよね。いち早く回避したいと思う方ですね。何事にも協力的なのは天秤座が平和で穏やかな環境が好きだからです。和を重んじるのでエコひいきせずに平等に接し、非協力的な人にも手を差し伸べます。確かにどんな人でも言い分はあるのだと思うので、いろいろな人の意見を聞いた上で公平に判断するのが大事だと思っています。その8、自分に厳しく他人に優しい。天秤座は他人から器用にこなしているように見える場合もあるらしいですが、結構コツコツと積み上げるタイプ。
頑張る姿を人に見せませんが、実は自分には非常に厳しく常に全力であることを求めている。はい、自分に厳しいけれど他人には厳しくするのは嫌ですね。そして自分ができることは思いっきり頑張りたいという欲望はありますね。その9、白黒をはっきりつける。曖昧な状況が苦手で何事も白黒はっきりつけようとする。これは天秤座にとって長所にも短所にもなりうる特徴です。優柔不断な部分もありますが、妥協しない部分もあるが、他の星座の方々からすると知り得ない部分かもしれません。そうですね、自分自身が決めたある一定のことに対しての話なんですが、どこか完璧主義なところがあって、でも気にしないことはいい加減なところもありますね。その部分では他の人が全くバランスが取れていないって天秤座に対して感じるところでしょうかね。でもご都合主義なんですが、そういうできることもありできないこともあるからこそ逆にバランスを取っているということにもなっている気がするんですよね。しかし100ゼロ理論にこだわると強いこだわりになったり、良い意味でいい加減になれず結論を出せなかったりしてしまうんです。手抜きができず自分を追い詰めるケースも天秤座には多いかもしれません。私自身正直仕事に関してはいつもそんな感じで自分を追い詰めることが多かったです。なんか常に完璧に仕事をしたいという思いが強かったんですよね。その10、情が深く騙されやすい。仕事や勉強など明確な答えがあるものは素早く決断できますが、人間関係で優柔不断な一面があります。天秤座は優しすぎるため人を損切りできないのです。特に一度親しくなった相手に対しては深い情を示します。確かに相手を気遣うために変に優柔不断になることが多々あります。こういうことを言ったら傷つくかなみたいに曖昧になったり、自分で良くないと思いつつもどうにもできない自分がいたりする時があります。天秤座は一度心を許した人には誠意を尽くすため相手が悪いとコロッと騙されてしまいます。しかも明らかにひどいことをされているのに何かの間違いだ、自分が悪かったのかもしれないとなかなか事実を受け入れないところがあります。この部分はまさにはいはいと言いたくなりますね。実際に騙されたことが何度もありますしね。ですが過去のことはその経験で自分が学んだことが多いとなんとなくポジティブに捉えてしまうんですよね。そのようにポジティブに捉えるがあまり懲りない性格と言えるかもしれません。今回は天秤座の性格について自分自身の個人的なご都合主義な意見を取り入れながら配信させていただきました。今後私の周りにいる方々の星座の特徴を配信させていただきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。ご意見やご感想等がありましたらぜひコメントにお残しいただければ嬉しいです。そしてもしこの動画が気に入ってくださったならいいねとチャンネル登録をお願いいたします。それでは次回まで。